ヒラタクワガタ、ヒラタクワガタ、ヒラクワカタチドーカスタイタネスは、甲虫名、クワガタムシカ、オオクワガタ属、ヒラタクワガタア属の一種で、十五ア種に分類されているオオクワガタ属の中で最大種である。ヒラタとは、平べったい体型をしていることから名付けられ、主匠名のタイタネスは、ギリシア神話の神々である、キタンに由来している。また、日本では、 外国産アシュなどのっぱなし虫による遺伝子汚染が問題となっている。体長は、オスが18.8から111ミリ、mm、メートル、メスが21から54.5ミ、mm、リメートル。生息地域、アシュや個体差によって大きさに幅があるが、110ミリメートルに達する野生個体が見つかっているのは、クワガタムシ科の中でも最大級の大きさである。 体型は平べったく幅広く、体色は黒から黒褐色である。オスの大顎は太く平べったく、根本にある大きな内葉が一体と、のこぎり状の小葉を持つ。小型個体では、小葉が消失していることもある。足は短く、前足は幅広くやや内側に曲がっている。メスや小型オスでは、背面のツヤが強く、上羽にはうっすらと点でできている弱い縦筋が、 見られる。メスの腹には細かい黄色の毛がある。上羽、ね、背中がツルツルとした感じがする、ぼやけた筋がある。前腕が先端に向かって湾曲しながら広がっていく形をしている。小さなサイズになると小さい突起が目立たなくなり、より光沢が増す。日本、インドネシア、ボルネオ島、フィリピン、マレー半島、タイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、インド、 中国、台湾、朝鮮半島。本州はかつて氷河期に住んだランドと呼ばれる大陸で、派生し、南と北の2方向に分布を拡大したと考えられている。南へ向かった古代軍はその後の地殻変動や氷河期後の海面上昇による島々の成立とともに分断され、東南アジアの島々で分化したと考えられている。北に向かった。 古代軍はさらに東、アジアを進み、朝鮮半島経由及び南西諸島を経由して日本列島にたどり着いたと考えられている。低地から山地までの紅葉樹や昭葉樹の森林に生息している。生息数は日本の東日本などではやや少ないが西日本ではやや多い傾向にある。湿度の高い環境を好むようで日本では 河川敷や河川近くの林などで多く生息している。成虫は夜行性であり、紅葉樹や一部の商葉樹の樹液を餌としている。樹木の洞などに隠れて生活している。成虫での寿命は1から3年である。南方に生息する大型ア種シュでは、昼間であってもオスが縄張りやメスを争っている姿が見られるという。気象は荒く、大顎で挟む力は強烈であり。 この大顎が狂気となって、オスがメスを殺すことも多いためし行くには、注意が必要である。大型アシュはその気象の荒さと体格のため、他のカブトムシとの戦いでは優位に立ちやすい。ただし、体表の硬さと力の強さの反面鈍重なため、貧瘍性には欠ける。全く飛べないわけではないが、飛翔性は低く滅多に飛ばないので、生息範囲を広げにくい。補足。 本州の平田クワガタについて、国ガ型よりも気配を感じて起動や樹皮の裏に隠れる逃げ足は早い。ただし、国ガ型のように落下することは少ない。遊国、発生場所から飛翔して樹液に移動する様子が頻繁に目撃されている。メスは、紅葉樹の立ち枯れの地、中部や倒木の下部などに散乱し、卵は約1ヶ月ほどで孵化する。 幼虫は、やや湿度が高く禁止などによって、普及の進んだ朽木の中で生活しその口ち木を食べて育つ。幼虫期間は約1年である。さなぎになるために、さなぎ室を作り、約1ヶ月かけて、さなぎとなる。さなぎから約1ヶ月ほど経ってから羽化する。さらに化か,から約1ヶ月ほど経ってから、さなぎ室を出て、活動を開始する。 近年外国原産のアッシュや別地域の日本産アッシュが自然に離され、別アッシュ同士の交配種が数多く確認され、日本もドライの平田区和型への遺伝子汚染や生態系への影響が懸念されている。25アッシュに分類され、日本では12アッシュが特定されている。また、未特定の個体群も確認されていて、今後も整理されると予想されている。 ミトコンドリア DNA を解析した結果、分岐の順序が明らかとなっている。平タクワ型という名称は、日本に広く分布するアシュドーカスタイタネスピラファーの和名としての印象がしいが、分類学上では、日本産アシュ、外国産アシュを含めた種の和名とされている。現在でも、分類等については研究者によって意見が分かれる、ところである。体調は、オスの場合、 大顎を含めて二十四から七十四ミリメートルに達するがこれは、津島、八重山諸島の亜種に限った場合である。黒から黒褐色の眼鏡で平たい体を持ち、大顎も他のクワガタに比べると薄く平たい。この体型が平たクワガタの語源と思われる。大クワガタに次いで飼育が良いであり、日本だけも数多くの亜種が存在するため飼育でも標本でも愛好者が多い。 和名で平田ガタと呼ばれる主群は近年国立環境研究所の五花光一と現代のクワガタ飼育技術の草分けである昆虫研究家の小島博士が共同で行ったミッドコンドリア DNA に基づく分子系統樹より現在本土平田などと仮称されている現名や主群と九州地方北部と山口県西部の一部に算する本土型の津島平田 津島系本土平田と仮称の根性群を指していることが分かってた。本土平田のオスの大顎は湾曲が弱く、基部から二、三は直線的で、下方への湾曲も少ない。第一内場は根元から一、三にあり、先端部分の小場は弱く小さい。内刃から小場の間に一連の巨手を備えるが、小型個体では消失する。頭立ては幅が広く中央部が、 緩やかにくぼむ。津島系ホンドヒラタのオスの大顎は細長く、ほぼまっすぐで、先端のみ湾入する。第一内場は、大顎の基部一、四にあり、大顎先端の小場は、大型個体ではよく発達する。第一内場と小場の間には一連の巨手があるが、小型個体では消失する。頭立ては、ホンドヒラタより狭く、両端が、やや突出し、中央部は、やや強くくぼむ。 褐色、本土平田と津島系本土平田では、内葉の位置は体調によって変化しない。近年70ミリメートルを大きく超え、第一内場が中央部付近にあるオスが、本州各地で発見されているが、五カと小島がミトコンドリア DNA をもとに調べた範囲では、沖縄島し部に関する先島平田や、外国産平田桑クワ型の生き個体であることが、確認された。したがって、 従来の知見通り九州、本州、四国と周辺当初にもともと参する本土平田は第一内場の位置が体調によって上下しない点が特徴と思われる。本土平田は本州、四国、九州、種子島、薬島、伊豆諸島に算するが、伊豆諸島の内八丈島さんは八丈平田として別阿とされる。この阿蘇には第一内場が 大顎先端に近づくオスが存在するため、本土平田とは別足とされるようになった。また、遺伝的に識別できる、津島系本土、平田の分布は、九州の北部と山口県の北西部のみから知られる。ただし、形態的には、山口県南部から福岡県北部にかけて生息している平田クワ型の、一月島平田のように、第一内場が、 大顎の根本付近に位置し、体全体が細め。古式島列島の個体にもこの特徴が現れている。通常、同所的に二群の昆虫が存在するとき、その二群は別種とすることが多い。北平オクワガタはかつてクルビデンスオクワガタの亜種とされたが、同所的に産することが確認され現在は別種扱いになっている。 本土平田と津島系本土平田を、東南アジア全域の平田桑クワ平田桑ウクワ軍の中において、ミトコンドリア DNA 元に、分子系統樹を描くと、どちらも中国本土の中国平田の子孫に当たることが分かっている。しかし、分布経路は大きく異なり、本土平田が台湾平田先島平田八重平田の子孫系で、津島系本土平田は中国平田と、 朝鮮半島産、平田桑形、津島平田の子孫にあたる。中国平田から分かれた点ではどちらも、大平田軍ではなく中型の平田桑形軍とみなせるが、五家と小島が行った東南アジア各地の大平田軍との交雑試験では、津島平田帯、津島系本土平田のみに、大平田軍との継続人生が確認された。つまり、人生だけから見ると、 津島平田と津島系本土平田は、大平田群と近縁とみなせる。このように、本土平田と津島系本土平田は、別種として良いだけの分布経路、ミトコンドリア DNA の相違、人性の違いなどがあるが、日本の平田クワのタイプ標本が紛失している、ことらあえてこの二群を別種として、再記載する試みは、類学者によって、まだ行われていない。こうした、 平田クワガタ類の地域変異や、その分布の成立要因に関して、小島博は、野外での生態観察や、類代飼育によって得られた情報によって、次のような仮説を展開している。日本周辺に存在する大クワガタは一アシュだけだが、これはこのアシュが、流木経由で分布を広げにくい、内陸型のクワガタだからと考えられる。日本と、朝鮮半島産大クワガタは、 同じ亜種だが、日本産の平田クワガタは、沖縄では当初ごとに文化が進み、島ごとに、数万年から十数万年の開きがある。これに関して、平田クワガタ群の幼虫が、過失状態に強い地下生活者であったため、流木経由で分布を拡大できる、低湿地型のクワガタだったからと仮定している。日本周辺の平田クワ群は、氷河期の終わりごとに、 赤道周辺から北上してその時同期に達した地域を足がかりに分布域を広げたが、熱帯地方出身のため幼虫が、陶器0度以下の温度に耐える体幹腰状態に慣れないため分水嶺を超えて分布を広げた形跡はない。そのため氷河期が来ると分布域を南下させる必要が、生じ、日本周辺には波状に侵入を繰り返した結果と思われる、細分化した群は見られ。 日本周辺の平田あがた群は、アシカンによっては10から100万年という文化が進んでおり、氷河期と魔氷期を調べるのに最適な標本であると考えられているなし。2008年には、私有動体の個体が山口県萩市で見つかっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。